考は現実化するというフレーズを一度や二度は聞いたことがあると思います。まず、ある男性の実に興味深い体験を紹介しましょう。ある日、彼の息子が埃に覆われた状態で放置されていた段ボール箱を見つけました。そして、箱の中に入っていたアクリルボードを持ってきて、これは何？と尋ねます。男性は、これは自分が若い頃に成し遂げたいと考えた願望を写真にして貼り付けたものであり、毎日繰り返し見ていたビジョンボードだと息子に説明しました。そして、そのビジョンボードに貼られていた豪邸の写真。つまり、自分が若い頃に願望として貼っていた家の写真を見て、男性は心の底から驚きました。なぜかというと、その写真の豪邸は、男性が今実際に住んで息子と会話をしている自宅そのものだったからです。似たような家どころではありません。ビジョンボードに貼ってあった写真とそっくり同じ豪邸を男性はそうと気づかずに購入して住んでいたのです。若い頃に思い描いていたことが現実となっている。この疑いもない事実に遭遇して男性は感極まり涙ぐんでしまったと振り返ります。この男性こそロンダ・バーンの映画ザ・シークレットに登場している引き寄せの達人であるジョン・アサラフ氏です。ジョン・アサラフは大変貧乏なユダヤ系アメリカ人の家に生まれ育ちました。極貧状態で少年時代を過ごした彼は20歳の頃セミナーに参加して引き寄せの法則に出会います。そして極貧状態から抜け出したいと絶望して富や成功を思い描きました。その後、自分の望んだ人生を現実化させていきます。賃貸住宅の家賃の支払いすら滞りがちだった状態から不動産業界で事業を起こし、多大な富を得ることに成功。その後、コーチングや脳科学などを取り入れた書籍を出版して、世界的なベストセラー作家に。今や世界中で講演やセミナーを行い、多くの成功者を生み出すまでになりました。思考が現実化するということを引き寄せの法則とともに全世界に知らしめて、今もなお実践方法を伝授しています。皆さんこんにちは、宇宙の森です。思考は現実化する、これは成功哲学の原点と称されているナポレオン・ヒルが書いた世界的ベストセラーのタイトルでもあり、多くの科学者が夢中になって検証を進めてきたものです。ヒルは著書の中で富を得たいという願望や考える能力を活用することで思考は現実化し成功に至ることができると主張します。これは引き寄せの法則に通じる概念とも言えます。私自身も今回話すことを意識し実践することで内面が変わり、仕事への取り組みが激変、半年で月収100万円を達成しました。独立後は新ビジネスに挑戦、2年連続で大きな利益を上げ、初心者から始めた株式投資でも成果を収めています。宇宙の森の受講生を指導し始めて日は浅いですが、早速効果が見られています。失敗を繰り返し自己否定に悩んでいた受講生はジャーナリングを通じた振り返りを実践することでネガティブな感情が減りました。自己評価が低く積み上がりを実感できなかった女性は受講後3ヶ月で自分の過去と向き合い、人生が大きく変わりました。様々な引き寄せの法則の情報に惑わされず、確実な方法を見つけたい、焦らず確実に思考を現実化させ願いを実現させたい、そう思われる方はぜひ最後まで見ていってください。今回は思考を現実化できた人の実例を多数紹介しつつ、思考を現実化できる仕組みや科学的な裏付け、それから効果的な実践方法などについて、どこよりも詳しく、そして分かりやすく徹底的に紹介していきます。この動画によって誰でも思考を現実化する方法が分かります。ぜひ最後まで視聴して、あなたの思考を現実化するための最強のバイブルとして徹底活用してください。さて話は戻ります。アサラフ氏は彼の著書富の答えの中で神経可塑性について言及しています。脳の神経可塑性によって年齢に関係なくいつでも新しい脳細胞が作られ、脳内で新しい神経接続が形成されることに注目しているのです。脳の神経組織の発生は思春期に終わってしまうものではなくて、実は人が死ぬまで継続して行われていること、つまり年齢に関係なく脳は新しい神経回路を作る能力を完璧に発揮できるということにしっかり目を向けてほしいとアサラフ氏は言います。アサラフ氏は神経組織が発生する瞬間について次のように描写しています。あなたが突然何かインスピレーションが湧いたり、何かに気づいて答えがひらめいたりした時のことを想像してみてください。この時まさに脳内で新しい神経回路が生成されています。この神経可塑性の発見は自分の遺伝子の暗号を自分で変えることができるということを意味します。特定の態度や信念、考え方が保存されている脳を自分で書き換えることができる。このようにアサラフ氏は強調しているのです。私たちの脳は1秒間に約4000億ビットの情報を処理しています。でも、
多くの情報の中から認識できているのは約2000個程度でしかないそうです。これをわかりやすく言うと、あなたがある情報を一つ認識するたびに、あなたの潜在意識は約2億個の情報を無意識のうちに処理しているということになります。認識できている情報の陰で、驚くほど大量の情報が無意識にスキップされているということですね。ではあなたが認識した一つの情報と潜在意識が作動して無意識にスキップする情報はどのように振り分けられているのでしょう。脳は何か特別な基準で区別しているのでしょうか。実は脳科学の進化によって面白い事実が次々と解明されています。まず脳はこのような無意識レベルで区別する作業を一生の間、寝てる間も含めて一瞬も休むことなく続けていることが分かっています。この判断を行っているのは毛様体不活系です。そしてアサラフ氏は RAS という脳科学用語によって引き寄せの法則や目標達成の方法などについても説明しています。この RAS は脳が外部の世界から受け取るすべての感覚的な入力内容をフィルタリングする役割を果たしています。例えるなら、RAS は脳が感じる情報の流れにあたるコーヒー豆の粉から必要なエッセンスだけを抽出するコーヒーのフィルターのようなものです。余計なものは除外し、欲しい部分だけを取り出します。そしてこれは無意識の脳の領域で行われています。意識的な脳細胞が働くスピードに比べて約800倍も速く、情報を分類し検索する役割を果たしているのがRASなのです。RASは自分にとって重要なこと、興味や関心のある情報に反応して無意識のうちに集めたりインプットしたりするときに働く、まさにフィルターのような存在です。何十人もいる同級生や同僚の中から自分の好きな人だけは目に飛び込んできたり、その人の声だけを聞き分けることができたりするのはRASが機能しているからです。ではこの巨大なフィルタリング機能を Google のようなものと考えてみてください。 Google の検索エンジンとRASとの違いを説明します。あなたが Google で何かを検索すると、わずか数秒で検索結果を得ることができますよね。でもあなたのRASは数秒どころか数千分の1で作動しているのです。私たちの潜在意識の領域と比較すると、 Google の検索エンジンは数千倍もスローモーションなんですね。RASはそれほどまでに超高速で情報を取捨選択しているのです。例えば夜子育て中のお母さんが睡眠をとっているとします。隣では赤ちゃんがすやすやと眠っています。深夜にもかかわらず家の外で車のクラクションが鳴って犬が騒々しく吠え続けています。そこに酔っ払った人たちが大声で騒ぎながら暴れています。この時お母さんは深い眠りに入っていて目を覚ますことはありません。でも赤ちゃんがぐずって泣き始めた途端、すぐにハッとして目を覚まし赤ちゃんの様子を伺うのです。お母さんの無意識の脳は全ての音を聞いていたにもかかわらず子供の声だけを聞き分けて眠りから覚める。ラスのフィルタリング機能が母親にとって重要なものだけを届けているからです。あなたにもラスの働きを自分で知ることができる方法があります。例えば電車に乗っている時に赤いものを身につけている人はどこにいるとか、帽子をかぶっている人はどこにいるといった質問を設定します。そしてカメラのシャッターのように一気に目を開けてみましょう。一瞬でその人を見つけることができるはずです。アサラフ氏はこのラスについて宇宙で最も精巧で賢い警報システムだと言います。そして彼はまさにこのラスのおかげで自分が若い頃にビジョンボードに貼っていた写真の中にある豪邸を自分自身も認識しないうちに購入していたのだと説明します。自分にとって重要な叶えたいものだけをボードに貼ってそれを繰り返し見たからこそ願望をフィルターにかけることができたということです。ラスはアサラフ氏のようなどこか特別に見えるような人だけに備わっているものではありません。あなたにもあなたの知り合いの誰にでも備わっている巨大なフィルター機能なのです。でも巨大な能力を持っているラスを保有しているにもかかわらず、あなたが本当に人生で望むものを見つけるようにプログラミングしないまま生きていくとしたら、それはとても残念なことです。あなたの人生に大きなチャンスが訪れても、このフィルターはチャンスをキャッチすることなくそのまま通過させてしまうからです。いえ、それどころかチャンスが来たかどうかさえ認識できないのです。逆に言うと無意識の脳領域、つまりラスを上手に使いこなすことができると、
情報への感度が高まってチャンスに気づきやすくなります。このことをアサラフ氏は多くの人に知ってほしいと言います。お金持ちになりたかったら、お金持ちになりたいと思考することで、お金持ちになるための情報をキャッチしやすくなる。自己実現をしたいと願うことで、自己実現を助ける情報だけをすぐ取り入れるようになる。Google のスーパーコンピューターとは比較できないほど、ものすごい巨大な能力を持った潜在意識を持っているのに、あまりにも多くの人がその力を使いこなしていません。もっと言うと、潜在意識の使い方がわからないまま、あるいは潜在意識の力を使わずに生きていかなければならないと思っている人が多いのです。意識という検索窓に、お金がない、儲からない、貧乏だ、といったキーワードしか入れてない人も少なくありません。出会いがない、つまらない、運がない、そんなキーワードを入れてないでしょうか。もしあなたがこうした言葉を実際に口にしたり、頭の中で繰り返し思い浮かべているとしたら、お金がなくてつまらない人生が現実に訪れてしまうのです。アサラフ氏は、心配することは望まないことが起きろと願うことに等しいと言います。もし経済的に豊かで幸せな人生を手に入れたいのであれば、願っている状態を言葉にして、あなたのラスをポジティブに機能させる。思考が現実化するシステムに、ラスという巨大なフィルタリング機能が関与していること。この動画で知ったあなたはもう間違わないと思います。自分にとって大切なものに気づいて、思考を現実化させたいという人は、ぜひアサラフ氏の体験やメッセージを忘れないでください。次に、アメリカの神経学者、ジョー・ディスペンサー博士について、博士が明かした体験談を紹介しましょう。彼は20代の頃、自転車に乗っている時に交通事故に遭ってしまい、脊髄を複数箇所骨折、結果全身麻痺という苦境に至りました。当時の担当医はカリフォルニアでの最高権威でしたが、脊椎に鉄の芯を何箇所も打ち込む手術をすぐに行わないと一生歩けないという診断を下します。この時、ジョー・ディスペンサーは手術を拒否します。そして病院を退院して自宅のベッドに身を横たえ、全身麻痺のままずっと考え続けたそうです。何を考えたかというと、健康な背骨を持って元気に歩いている自分の姿を思い描いて視覚化したのです。健康な背骨の写真、つまりレントゲン写真のようなものを見ながら具体的にビジュアライゼーションを行いました。全身麻痺の状態でベッドに横たわったままでしたが、毎日毎日傷一つない背骨の自分が歩いている姿を思い浮かべ願い続けた結果、ついに自分の足で再び歩けるようになるという現実が訪れたのです。2ヶ月半かかりましたが、ついに自分の足で歩行を再開。この快挙を成し遂げたディスペンサー博士は、自らの体験こそ思考を現実化させたものだと確信しました。現代医療の最先端の技術をもってしても、説明のできない回復を目にした人は、これを奇跡と呼んだことでしょう。でも、ディスペンサー博士に言わせると、思考は現実化するということ以外の何者でもありません。この体験談には実は後日談があります。一般的に私たちは高齢になると背中や腰に痛みや違和感を抱える人が多くなります。これは老化現象の一つですから仕方がないと諦めている人がほとんどです。でも全身麻痺で横たわっていた時、健康な背骨をイメージして元気に歩いている自分の姿を潜在意識にインプットしたディスペンサー博士は、高齢になってからも背中や腰などに痛みを感じるということが一切なかったそうです。これも博士によると奇跡でも何でもなく、ただ思考が現実化しただけということになるのです。脳から分泌される化学物質は私たちが考えたことと全く同じように体にも反応を起こしています。もしあなたが期待感に満ちて心から楽しいと感じているときは、脳はドーパミンを分泌します。もしあなたがいつも自分に自信がなくて、私はあまり頭が良くないと思っているとしたら、脳は自信を低下させる化学物質を体に送ってしまいます。すると、体は自信がないという感覚を受け取り、その感覚がさらに自信がないという考えを強化してしまうんです。このような無限ループが発生するために、現実として自信のない人間になってしまうとしたら、とても恐ろしいことだと思いませんか。ポジティブなループを手に入れる方が満足度の高い充実した人生を送れるだろうとジョー・ディスペンサー博士は言います。私の中に眠っている巨人を目覚めさせれば、
奇跡と呼ばれることはいくらでも起きるのだ。眠っている巨人とは潜在意識のことを指します。自分の思考は自分で作って守っていかないといけません。他人はあなたの思考には入ってこれないはずなのです。もし他人があなたの思考にネガティブに侵入してこようとしたら、あなたはその人をシャットアウトする必要性を感じるはずです。思考とは自分自身で行うことであり、自分自身で信じるものです。生活習慣とすごくよく似ています。繰り返し行う思考によって現実が作り出されるということを自らの体で証明したジョー・ディスペンサー博士は、意識的な思考を繰り返し続けることで、いつしか無意識の思考になることを説明しています。例えば車の運転も代表的な例でしょう。初心者の時は、アクセルやブレーキを踏む感覚一つ一つに集中して、信号のある場所を覚えたり、ハンドルの切り方や車線変更などに細心の注意を払ったりします。でも運転に慣れてくると、毎日同じ道を通っていれば、ほとんど自動的というような感覚に到達します。いつもと違うことが起こらない限り、特に緊張することもなくなって、楽に目的地に到着するのです。最初は意識していたことでも、それを繰り返すうちに無意識の境地に至る。あなたがポジティブな思考をしようとしたとき、なかなか集中できなくて、最初は逆にネガティブな思考が邪魔をしてくるかもしれません。最初のうちは意識的な努力が必要かもしれませんが、繰り返し習慣のようにしていくうちに、無意識にポジティブな思考ができるようになるのです。もし自分に自信が持てない人でも、自分には魅力がたくさんあって、人にも称賛されているという思考を繰り返し行って、それが習慣になった時、おそらく車の運転と同じように、あなたは魅力的な人で、周りの人に好かれているはずです。思考が現実を作り出すからです。ディスペンサー博士は、1995年に神経生理学の学会誌に掲載されたある研究結果を教えてくれました。この論文の研究者は実験の対象者を4つのグループに分けて5日間ピアノを学ばせました。そして脳の活動写真を通じて脳内の変化を調査します。1つ目のグループには楽譜を渡して毎日2時間ずつ片手で弾く曲を指導。2つ目のグループには楽譜やサポートはない状態で毎日2時間自分の好きなようにピアノを弾かせました。3つ目のグループはピアノには全く触らせず、1つ目のグループが曲を学び覚える過程を観察して頭の中だけで学んでみてみました。つまりこの3つ目のグループは毎日2時間ずつ手は動かさないでピアノを弾く過程を心に刻んだだけのグループです。最後に4つ目のグループは特に何もしないで過ごしてもらいました。さて、5日間の実験が終わって脳の変化を測定しました。すると、驚くべきことに実際にピアノを練習した1つ目のグループと、想像だけで練習した3つ目のグループの神経ネットワークは、ほぼ同じだったのです。一方、勝手にピアノを弾いていたグループには、特別な変化は起きていませんでした。新しいことを習得しようと努力したわけではなかったため、脳の回路を刺激することがなかったのです。そして、何もしなかった対象群である4つ目のグループにも何の変化もありませんでした。この実験結果から研究グループは次のような結論を得ます。ただ考えるだけでも脳は発達する。そして私たちの脳は肉体的な努力と精神的な努力の違いを区別することができないということです。実はこの実験以前にも次のような事実が明らかにされていました。それは第二次世界大戦中、ナチスの収容所に収容され、生き延びた男性による証言です。男性が収容所にいた時、ともすれば絶望に押しつぶされそうになっていました。そこで男性は自分自身に希望を与えるためにあることを実践しようと思いつきます。それは知人とよく通っていた生まれ故郷のゴルフクラブでコースを回ってプレーをしている自分の姿を想像してみること。楽しかった時間を思い浮かべることで生きる希望を少しでも感じてみようというものでした。彼は毎日狭い収容所で横になりながら繰り返しゴルフをしている自分をイメージしてみました。収容所の環境は劣悪そのものでしたが、自分の思考だけは自由に守り続けたのです。実際問題として、その男性はもともとゴルフはあまり得意ではありませんでした。でも想像の中ではとても上手にグラブを握って、ボールを飛ばし、完璧にコースを回っている。そういったイメージを繰り返したそうです。よく行くゴルフ場だったので、フェアウェイの状態やバンカーの位置なども正確に覚えていて、
想像の中で全てのコースを完璧に攻略。ゴルフを楽しんでいる自分の姿を繰り返し想像しました。やがて戦争が終わり、生き延びることに成功した男性は、収容所を出て生まれ育った故郷へ戻ります。そうして数年後、友人たちと連れ立って、懐かしいゴルフクラブを訪れ、グリーンに立ちます。いざプレーを始めたところ、驚くべきことに、男性のゴルフの腕前は、格段に上達していたのです。昔に比べて少し上手になったというレベルではなく、まるで数年間ずっと収容所に入っていた時期にも毎日練習していたかのように完璧にコースを回れるほど上達していたのです。ピアノの実験と全く同じことが男性の身にも起きたわけですね。思考だけで現実を作ること、現実の能力を上達させることができたのです。これは裏返して考えると、何もしなければ現実は変わらない、何か思考をしなければ前と同じ状態が続くということです。ディスペンサー博士は、刺激を受けなくなった神経細胞は切断されてしまうと言います。意識的な努力を繰り返していないと、神経細胞には刺激が届かない。好き勝手にピアノを弾いている人たちのように、脳内に新しい神経回路が作られないままである。思考は現実化するという例をいくつか紹介してきましたが、これは決して一部の特別な人たちだけに該当する、ということではありません。あなたの思考によってあなたの現実が作られて、あなたの思考を変えることであなたの現実を変えることができるということです。どのような思考をするかで、どのような現実を引き寄せるか、どのような人生を手に入れるかを決めることができるのです。意識的に思考を変えることで、新しい自分に出会うことも可能です。新しい思考で、新しい人生を引き寄せたいと願うのであれば、あなたもぜひ自分の思考に意識を向けてみてください。それから、世界的に著名な細胞生物学者、ブルース・リプトン博士のことも紹介しましょう。リプトン博士は、アメリカのスタンフォード大学医学部で、細胞膜に関する画期的な研究を行い、医療の専門家のみならず、幅広い層の人の意識改革をリードしている世界的な著名人です。博士は脳波の検査を通して、潜在意識との関連性を検証したことがあります。実際に測定してみると、7歳以下の子供の脳波は、大人の脳波と違って、シータ波がとても活発ということが分かりました。そして子供は生後7年間、親や兄弟など身近な人を見て、観察したことを情報として自分の脳にダウンロードしていると言います。自分の生まれ落ちた環境の情報を7歳までの間に潜在意識に書き込んでいるんですね。貧しい家に生まれたら、貧しさの情報が書き込まれていき、お金持ちの家に生まれたら、お金持ちの情報が書き込まれていくわけです。7歳までの子供の脳波はシータ波の状態なので、潜在意識にはやすやすと情報がダウンロードされていきます。貧乏な人は家族から貧乏というソフトウェアを譲り受けていくので、お金持ちになろうとしてどんなに頑張っても、そのままでは貧乏なプログラムが作動してしまうのです。人生とはお金の苦労がつきものだ。お金はなかなか入ってこないものなんだ。子供の頃、このようなプログラムがインプットされているため、貧しい人はずっと貧しく、金持ちは金持ちのままでいる、とリプトン博士は指摘しました。これは心理学用語で自己限界設定と呼ばれている現象です。私たちは生きている間に数えきれないほどの選択をしています。でも潜在意識が自分の限界を設定していると、生きている間に何度も直面する選択の瞬間ごとにベストチョイスができなくなるんです。最善の選択ではなく、事前の策を、あるいはもっと悪い選択や、場合によっては最悪の選択をしてしまう可能性が高いのです。そして良くない選択が次々と積み重なった結果、今のあなた、そして将来のあなたへとつながっていきます。本当の問題は、子供の頃に限界というネガティブなプログラムを潜在意識にダウンロードされてしまったということにあるんですね。貧乏も金持ちも生まれつきも、お金持ちの人が選択しているような最善策を選ぶよう、こんな悲劇があるんでしょうか。だからといって親を恨むこともできません。なぜかというと、親もその人たちの親たちからネガティブなプログラムを受け継いだからです。あなたは飲みの話をしてますか？ガラスコップの中の飲みの実験です。飲みは自分の体の大きさの100倍以上もジャンプすることができるのですが、そんな飲みをコップの中に入れてガラスの蓋をして観察しました。飲みは最初、ガラスの蓋があることに気づかず、ジャンプするたびに何度も蓋にぶつかります。そして何度も何度もぶつかるうちに、飲みは苦痛を感じるのか、諦めの境地に至るのか、
蓋にぶつかるまでジャンプすることは全くしなくなります。蓋に届かないあたりの高さまでしか飲みは飛ばなくなるんです。そして数日後、ガラスの蓋を取り除いてみます。飲みはコップの外へと飛び出すでしょうか。いえ、飲みのジャンプ力は回復することなく、本来飛べる高さまでジャンプすることは二度とありません。飲み自身が自分の限界を設定して本来の能力を発揮しようとしなくなるんです。また象の話もあります。象の赤ちゃんをオレンジ色の紐で結んで木の幹に縛り付けておきます。赤ちゃん象は最初自由になりたくて頑張って紐を切ろうとして必死になります。でも赤ちゃん象が力いっぱい引っ張っても紐は丈夫で切れそうな気配もありません。そうと悟った赤ちゃん象は紐は切れない、自分は自由に動けないという現実を徐々に受け入れるようになります。そしてオレンジ色の紐で縛られている時は抵抗することもなく、おとなしく木のそばで過ごすようになっていきます。自分には力がないんだ、紐を引っ張っても無駄なんだと悟ったからです。問題はその象が成長して大人の象になった時です。大人の象になると子供の頃に比べて象の力は数百倍も強くなっています。ですから大人の象が本気を出せば木を根こそぎ抜くことだって可能なんです。でもオレンジ色の紐を見た大人の象は抵抗することはありません。ただただおとなしく縛られているままで過ごします。本当は木を根こそぎ抜くほどの力があるにもかかわらず、幼い頃の引っ張っても無駄だ、自由になれないという記憶が強いためトライすることすらしないのです。これも自己限界設定でよく知られている例です。でも幸いなことに私たちは飲み屋象と違います。幼い頃にプログラミングされた潜在意識を大人になってからでも自分の意思で書き換えることができるのです。実はリプトン博士は何かを成し遂げるまでは自分を騙しなさいとも言っています。低い自己限界設定を意識的にプログラミングし直して自分の限界を高い場所へ、いかようにも設定し直せるのです。もし今が幸せじゃない、楽しくないという人は、私は幸せだ、自分は楽しく生きていると一日中繰り返し意識してみてください。幸せで楽しいということを疑わずに毎日繰り返すだけでいいんです。リプトン博士はこれは脳科学的にものすごく良い効果があると話しています。なぜかというと、繰り返していくうちに潜在意識が幸せだ、楽しいという状態にリプログラミングされていくからです。そして幸せで楽しい潜在意識があなたの 95% の人生を導いていきます。まさに思考が現実化するのです。そのためには毎日繰り返し行っていかなければいけません。毎日繰り返すうちに習慣となっていって、その習慣があなたの潜在意識を入れ替えていくからです。自分の潜在意識のソフトウェアを変えるために、欲しいものを口に出していったり、手で書き出してみたりして頭の中で視覚化していく方法でも良いでしょう。脳科学の進歩によって私たちは朝起きてから寝るまでの間に6万回から7万回もの思考をしていることが分かっています。これは起きている間1から2秒に1回何らかの思考をしている計算になります。そんなにたくさん思考してないと感じるかもしれませんが、当然です。1日に6万から7万回も行っている思考のうち、ほとんどは前の日と同じものが繰り返されています。つまり思考しているという自覚がない状態で思考をしているわけです。先ほど話した神経学者のジョー・ディスペンサー博士は、私たちは35歳になる頃には思考のうちの 95% を自動操縦で行っている。つまり意識してない状態で 95% の思考をしていると指摘しています。何の気なしにしている思考が1日のうちの9割を超えているんですね。道理で毎日変わり映えしないはず。そう感じた人も多いかもしれません。では私たちが1日に6万回から7万回も行っている思考を変えることで、現実を変えていくにはどのような方法が効果的なのでしょう。ここからはさらに具体的な方法を紹介していきます。神経学者ディスペンサー博士も、あなたの思考があなたの現実を作ると断言します。博士は考え方や感じ方を変えると、あなたが引き寄せる体験にダイレクトに影響が出る。自分の思考に気づいてポジティブで力強い思考を意識して選ぶことで、自分の人生をクリエイティブに作ることができると解説しています。裏を返せば、人任せ、成り行き任せ、行き当たりばったりでは自分の願うような人生を手に入れることはできないということですね。1日に6万から7万回も無意識のうちに行っている思考を変えることこそが、
人生を切り開いていく強力なツールとなるのです。実はこれは多くの脳科学者や哲学者、スポーツや芸術、経済など何らかの分野で成功を収める人たちが口を揃えて断言していることです。彼らは思考が現実を作るということを人生に上手に活用しています。自分の願いを叶えるために何が必要かを具体的に考えて、潜在意識のフィルタリング機能を最大限に発揮させているのです。欲しい現実を引き寄せるために自分の思考や行動をコントロールしているんです。少し脇道にそれますが、恐ろしいことに思考のうちの7割から8割はネガティブなものだという指摘があります。これについてはどう感じるでしょう。私たちは今ものすごい量の情報にさらされています。暗い事件の詳細をつい追ってしまう人、芸能界や政治経済のネガティブな情報を見てしまう人、一日のうち何十分もネガティブな言葉に触れてしまう人も多いようです。その結果あなたは気づかないうちに思考回路にネガティブなものを蓄積してしまっています。するとどうなるか。例えば自分に投資しようとか、久しぶりに運動をしようと思いついてもどうせ無駄になるかなとか、続くわけないかとか、ネガティブな思いが浮かんできやすくなってしまうのです。つまり自分の可能性を否定して限界を設ける思考の癖がついてしまうのです。ガラス瓶の飲みやオレンジ色の紐の像と同じ自己限界設定です。さらに脳科学では、私たちが未知の世界に足を踏み入れようとすると潜在意識がためらわせたり思いとどまらせたりしようとすることが分かっています。これは遺伝子レベルで動かしようのない事実です。未知の世界は不安定な要素が多くて予期せぬ危険が待っている。だから現状にとどまっている方が安全だし快適だ。潜在意識はこのように働くよう設計されているんです。潜在意識はあなたの命を守るために働いているので、未知の世界での冒険を本能的に避けろと作動してしまうんです。私たちの思考のうち意識できている部分は 5% 程度で、あとの 95% は意識できない潜在意識が支配しています。意識はほんの少しだけしか働いてない。かたや潜在意識は巨大で強力だから、放っておくと同じような毎日が過ぎていって、来年も何十年後も今までと大差のない毎日が続いていくんです。楽といえば楽ですが、成長がないとも言えます。今が面白くない、満足できない、辛いという人はこのままでは明日も来年も辛くつまらない毎日を迎えることになります。それでは嫌だ、もっと成長したい、今の状態から抜け出したい、もしそうだとしたら自己認識をきちんと行って目指す方向へ舵を切る必要があります。そうです、人任せ、成り行き任せ、行き当たりばったりではあなたが望む人生にたどり着けないからです。望みを叶える人生になるためには思考を変えるという作業に取り組むことが必要です。思考を変える、思考を変えることで現実を変える、これは簡単そうに聞こえますが、実は手こずる人が少なくないというのも事実です。また思考を変える上で自身の環境と内面を整えることも必要です。思考を変えると決意しても周囲の環境に影響されやすく、人はその環境と内面の状態に左右されるからです。ここを整えないと簡単に以前の状態に戻ってしまうでしょう。でも安心してください。今公式 LINE で土台を整えるための130枚の図解と詳細に説明した電子書籍、内面を整えるための図解スライド64枚、潜在意識を分かりやすくまとめた電子書籍、この合計3冊の電子書籍を無料で配布しています。他にも引き寄せの法則を解説したスライドなどを用意しています。思考を実現させる技術を学びたい方必見の内容ですので、今のうちにぜひ LINE 登録してください。今公式 LINE と絡めて教材のお話をしましたが、今からは思考を現実化させる上での大切なポイントについてお話しします。潜在意識が強力なので、思考を書き換えることに成功するにはクリアしていかなければならないポイントが必要になります。では思考を現実化させるために必要となるポイントを具体的に見ていきましょう。1、目標を明確にして脳にシグナルを送る。脳を再編成して思考を現実化させるには、新しい神経回路を設定することが最初のステップになります。何歳になっても新しい神経回路を作ることはできるので、このステップは重要かつ最大に効果的なものとなります。ぜひ新しい神経回路を設定して脳にシグナルを送りましょう。ここで知っておいてほしいこととして、心と脳は似たようなものかというと、実は違うということがあります。心と脳は別物で、区別しておかないといけません。脳は私たちの経験や知覚を記憶したり、必要に応じてアウトプットしたりする役割を担っています。外部からの刺激を電気信号として処理して、世界を認識しているんです。例えて言うと、脳は巨大な図書館のようなもので、
私たちの経験や知覚はそこに収められた本のようです。そして脳自体が師匠の役割を果たし、必要な時に正しい本を取り出す。心の方はもっと大きなスケールで動いてます。やる気、ひらめき、想像することや表現すること、こうしたものは心、つまり意志の方が担っているんです。言ってみれば心が主役、脳は単なる道具なんです。心、つまり意志をどのように持つかで、脳、つまり潜在意識の働きが変わってくるわけです。思考を現実化させるプロセスとして、まずあなたが望むこと、人生の目標を明確にしていきましょう。イメージするだけでは雑念が入り込みやすいので、ノートやスマホなどに具体的に書き出してみてください。これはマニフェステーションという作業になります。願望実現のための宣言文、声明書を作るステップです。マニフェストは選挙公約といった意味で使われていますが、もともとは選挙だけに限ったものではありません。自分はこうする、こうなるといったことを宣言するときに使われるのがマニフェステーションです。マニフェストで自分自身への宣言、自分が実現したい目標を明確にしましょう。この作業では他人の物差しを使わないようにしてください。誰か他の人の真似をしてはあなたの実態とはズレが生じてしまうからです。自分の基準や自分だけの価値観を大切にして、心の奥底を覗いていくことが大切です。自分が本当に手に入れたいもの、今の状態を脱して到達したい状態、日々に流されているうちに忘れてしまった願望、心の奥底から望んでいることや、こうなりたいという目標に焦点を当ててみてください。この作業によってあなたの脳に新しい刺激が発生して、新しい神経回路が設定されていきます。あなたの心が主人公となって、脳という道具を改良していくわけです。科学的な実験でメンタルトレーニング、つまり精神的な訓練を行うことは、フィジカルトレーニング、肉体的な訓練を行うことと全く同じように脳を活性化するということが分かっています。ピアノの曲を新しくマスターするという実験でも、実際のピアノで弾いたグループとイメージで練習をしたグループとでは脳スキャンの結果に差がありませんでした。脳は物理的なトレーニングと想像によるトレーニングを区別できないことが証明されているということは、先ほど紹介した通りです。想像しただけで脳は現実を変えていく。望むものを手に入れている自分や、それを手にしている時の嬉しい気持ち、達成したい状態を具体的にイメージする。最大のポイントは最終的な目標とそこに至るまでのプロセスの両方をセットにして願望を実現していくということです。では本当に望んでない目標を設定するとどうなるでしょう。あなたの脳はバカではありませんから、無理だ、叶うはずがないと認識して、新しい回路が作られるのを妨害してしまうからです。目標に至るプロセスは、一生懸命頑張ってギリギリ達成できるラインに設定。一つずつクリアしていくことが大切になります。一つずつクリアするたびに、潜在意識が書き換えられていくからです。最終的な目標に近づいていることを確認しながら、次のプロセスへと進んでいきましょう。マニフェステーションは今すぐに始めることのできる効果的なスキルです。そしてある意味筋肉のようなものです。筋肉はコツコツと一貫性を持って作り上げるもので、マニフェストも同じです。日々の生活に取り入れることが大切になります。筋肉や新しいスキルを身につけるときと同じで、一回やれば完結といったことにはなりません。継続してこそ効果が出ます。健康になりたいという目的で、サラダを一回だけ食べたからといって健康になるわけがありません。それと同じです。マニフェストを生活の中に取り入れて、一貫して実行すればするほど、思考の新しい神経回路が変化して、現実も変わっていきます。例えば、朝起きてすぐにマニフェストを確認するだけでなく、日中や夜寝る時なども確認して、一日に何度でも心に刻みつけていきましょう。プロセスや最終的な目標は途中で変更しても構いません。でも、マニフェストを忘れ去ってはいけません。目的なく生きることをやめて、意志を強く持つことで思考回路を変えて現実を変えていく。あなたの意識が変わると、あなたの感情も変わります。目に入っていなかったものが見えるようになって、現実の行動が変わり、経験できることが飛躍的に変わってくるのです。この最初のステップを実行したら、次のステップへ進んでください。2、幸せは自分の心の中に宿ることを認識する。私たちは幸せや喜び、高揚感が欲しいと考えて、新しい服を買ったり旅行やテーマパークへ出かけたりしがちです。つまり外界に対して幸せや喜びを求めて、お金や時間、エネルギーを消費しているんです。圧倒的な量と種類の物質が溢れる世界に生きているため、外界にあるものこそが幸せであり、
価値があるものだと思い込んで育ってきたからです。でも人生の本質について考えたことのある人はすでに気づいているのではないでしょうか。本当の幸せは外界にあるのではない、むしろ自分の心の中にこそ存在しているということを。新しいものを手に入れたり、どっかに出かけたりすると私たちの体内では様々なホルモンが分泌されます。癒しや安らぎを与えてくれるセロトニン、高揚感ややる気を促すドーパミンやエンドルフィン、愛情や安心をもたらすオキシトシン、こうしたホルモンが分泌されることで私たちの心の中には快感や幸福感、満足感といったポジティブな感情が生み出されます。つまり外界の物質は単なる刺激物に過ぎません。刺激が必要不可欠だと思い込んでいると死ぬまで外界の刺激を追い求める人生になってしまいます。幸福は外界に存在しているのではなくて、逆に私たちの心の状態にあるのです。もちろん物質的な世界を全否定しているわけではありません。でも外界の刺激さえ手に入れば永遠に幸せが手に入るというのは錯覚に過ぎません。このことに注意をしてください。外界の刺激を得られないから幸せになれない、この考えを手放しておく必要があります。大切なのはむしろ心の状態をポジティブに保つこと。前向きな思考ができる、適切な行動を選択している、目標に向かって進歩している、こうした心の満足感や安定感、達成感を得ることで外界の刺激に頼らなくとも幸せは手に入ります。目に見えない思考や信念の世界こそが何かを想像できる力の源で、物質的な世界は思考や信念が投影されるだけです。心と物質どちらが幸せをもたらすかを間違えないように認識することが大事です。これが二つ目のステップです。3、取捨選択して古い価値観やネガティブなものを手放す。思考を現実化させるために足かせとなってしまう現象としてよく起きていることがあります。それは古い価値観から脱却できないことです。あるいは古い価値観に縛られていることに無自覚でいる。生い立ちや生まれ育った環境は私たちをある程度形作っています。そして大なり小なり性格や思考行動に影響を及ぼしています。中には親に教え込まれたことや今の時代には通用しない古い常識にいつまでも縛られて苦しくなってしまう人もいるんです。お金に執着するのは品がないとか、身の程を知ることが大切だとか、人は外見より中身だとか。でもあなたの人生は親のものでも他人のものでもありません。あなた自身のものです。誰かの価値観ではなくて、自分の価値観で生きていくことが幸せであり、大切なのです。自分の人生の主導権を握って、幸せを追求していくことにエネルギーを注ぐ。目標に向かって突き進む。これが自分らしい人生を生きるということです。あなたは無意識のうちに古い価値観にとらわれていないですか？自分が本当に目指したいこと、現実とのズレがあって苦しさを感じたり、違和感を持ったりしていませんか？もしそうだとしたら、これからの自分に必要な思考を選択して、古い価値観を手放しても良い時期に来たんだと考えましょう。過去にとらわれてばかりいると前に進めなくなります。今の自分に合わなくなった昔の価値観は思い切って手放してみてください。きっと心が軽くなって開放感に包まれます。使わなくなったものでクローゼットを埋め尽くしていると新しいものが入り込む余地がありません。もし新しいものが入ってきたとしても古いものとごちゃ混ぜになっていると存分に活かされなくなるでしょう。心もクローゼットと同じなのです。こうするべきとかこうでなくてはいけないといった窮屈な制約を自分に設定する義務はないのです。自分の限界を設定し直して、心のキャパシティを自分自身のために解放してあげる。本心では会いたくない人や消耗させられる人間関係、イライラしてしまう作業や単なる時間つぶしでしかないこと、不愉快な経験や楽しい気持ちになれない思い出、こうしたネガティブなものも古い価値観と同じようにできるだけ手放してしまいましょう。ネガティブなものを抱えすぎてしまっていて、マイナスの感情を断ち切れないという人もいるかと思います。そういう人はその状態の中毒になっていること、ネガティブの依存症になっていることに気づいてほしいと思います。中毒も依存症も自覚しないと止めることができません。もし断ち切ろうと思ってもうまくいかないときは、まず立ち止まって深呼吸をしましょう。そして意識を自分が叶えたいことに集中させてください。ネガティブなものにとらわれていると前に進むことを妨げてしまいます。あなたに力を与えてくれる新しい思考と新しい現実を受け取るために、ぜひこのステップもチェックしてみてください。 4. 新しいことに挑戦する。多くの脳科学者や成功を成し遂げた人は
どんなに小さいことでも新しいことに挑戦することが大切。そう話しています。今のままでいろ、新しいことに挑戦するな、などという人ははっきり言って一人もいません。可能な限り普段の生活から外れて新しいことに挑戦することで脳の回路は神経可塑性を伸ばしていくからです。これは脳の中に新しい経路ができて活性化されることを意味しています。新しい体験に反応して神経細胞が新しいネットワークを形成して脳が再編成されていくわけですね。新しいことに挑戦すると脳内では次のような変化が起こります。まず脳内の神経伝達物質ドーパミンが分泌されます。ドーパミンは運動調整やホルモン調整のほか楽しい、面白いといった快の感情、やってやろう、攻略しようといったポジティブな意欲の感情、なるほど分かった、もっと知りたいといった学習などに関わっています。そしてドーパミンが分泌されることで脳の神経回路が強化される強化学習という現象が起こります。勉強や運動その他、何らかの課題に挑戦して達成感を得ることで脳の神経回路がどんどん強化される。より強い結合を作りながら脳内に新しい電気信号を作り出していくんですね。強化学習によるプラスのスパイラル状態が起きて新しい経験を現実に反映できる能力を持つようになると言われています。脳の報酬系が刺激されて行動力や集中力が高まっていくのはこのような仕組みがあるからなんです。これが新しいことに挑戦する大切さの最大の理由です。新しいことに挑戦して脳の神経回路が強化されていくとあなたの潜在意識が書き換わっていきます。潜在意識が変わるとあなたの行動の変化に拍車がかかるはずです。あなたを現状に留めておこうとしていた潜在意識が成功のためのパートナーとなっていくんです。思考と行動が一致し始めると現実が望む方向へと変化していく速度がスピードアップします。5. ルーティーンを抜け出してストレッチゾーンへ入る。思考を現実化させるためには普段の生活から意図的に抜け出す必要があります。脳に新しい電気信号を発生させて意思に沿った神経回路を作り出し脳の配線を変更する必要があるからです。これはとても重要なプロセスです。一日は24時間しかありません。ですから普段の生活から意図的に抜け出すためには何の目的もなしに繰り返していること、生活の中で単なる習慣になり下がっているもの、価値の低い行動やマイナスと分かっている生活習慣や趣味、こうしたルーティンワークから自分を解放させていく必要があります。私たちは毎日同じような思考をしてワンパターンの行動を繰り返しがちです。これは古い潜在意識のなせる技です。放っておくと昨日と同じ明日が来ます。新しいことに挑戦して思考を現実化させるためにはルーティンから抜け出してこれまでと違う行動を取る必要があります。まず無駄な時間を特定して排除していく。そうすることで別の新しいアクションを取る時間を確保するのです。それはダラダラとネットニュースを追っている時間かもしれませんし、オンラインゲームやネットショッピングに費やす時間かもしれません。人によっては誰でもできる仕事、つまりあなたでなくても構わない仕事が多すぎたり、やりたくないこと、意味を感じられないことに追われたりして一日の多くの時間が過ぎているのかもしれません。これはとても皮肉なことでもありますが、日々の生活がルーティーンまみれになっている状態はある種の快適さがあります。変化しなくていいという快適さ、同じことをしていれば一日が過ぎていくという楽な領域、コンフォートゾーンに留まっているからです。でも私たちが成長していくときには必ずコンフォートゾーンから出てストレッチゾーンに入っていく必要があります。ストレッチゾーンは文字通り伸びて成長していく領域です。ちょっと頑張って一段階上の領域を目指すのは筋トレや新しいスキルを取得するのと同じです。同じ姿勢ばかり続けていては筋肉は凝り固まり、やがて萎縮していくだけです。筋肉を伸ばしてストレッチをすることで1センチ先、10センチ向こうへと可動域を伸ばしていきます。新しいスキルを取得しようとしない限り今日より新しい自分にはなり得ません。あなたの心や脳の可動域も同じです。人としての成長を得るために、あるいは人生の成功を手にするために、コンフォートゾーンを抜け出してあえてストレッチゾーンに入ることが必要不可欠になるわけです。このストレッチゾーンには緊張や不安が伴います。でもストレッチゾーンを経験するうちに経験値が上がって可動域が広がっていくと、それが今度はデフォルトとなります。広げた領域で得た現実が自分の体験の一部となって脳に刻まれていくんです。ストレッチゾーンだった領域が徐々に快適になっていくとき、あなたは自分が成長して進化したことを知るでしょう。あなたのコンフォートゾーンは以前に比べて拡大して、文字通り
より大きな快適さを手にしているからです。一回り、場合によっては二回り以上、自分の知識や経験が拡大して成長という果実を得ることができるのです。さらなる成長のためには、時が訪れたら再びコンフォートゾーンを出る、その時は再びルーティンワークを捨てる。この繰り返しで思考を現実化させていくわけです。快適なコンフォートゾーンに甘んじていて、ルーティンワークから解放されないままではストレッチゾーンを広げるチャンスに巡り合えません。より多くの選択肢を得るために、時には自分を少し追い込んでリスクを取りに行く。可能な限り自分を成長させるために、自分のコンフォートゾーンから出てみることを意識する。ルーティンから抜け出してストレッチゾーンに入ることを繰り返す。こうしたステップの必要性を理解しておく必要があります。私のコンフォートゾーンに留めている無駄なルーティンは何だろう。この自分への質問、この時もできたらノートやスマホのメモなどに一つずつ書き出してみると良いでしょう。いざ書き出してみると、一日のうちに価値のないルーティンが驚くほどたくさんあることに気づくかもしれません。この現実から目を背けないで、不要なルーティンを特定してバッサリと削っていきます。そして自分の願望に沿った行動を選択していく。いざ行動をし始めると、多少の緊張感、あるいは達成できるかどうかという不安が生じると思います。でも、こうした感情や状態は、あなたを成長へと導くストレッチゾーンには欠かせないものです。大げさに言うと、喜ばしい貴重な経験をしているとも言えるでしょう。自分の望みを叶える時の最大の障害は、自分を疑ってしまうこと。緊張している状態や不安を抱えている時は、自分が成長している真っ最中なんだ。これは必要なステップなんだ。とポジティブに認識すると良いでしょう。そして変化を怖がらないで、勇気を持って行動に移してみる。6、意識とエネルギーを集中させて行動する。思考を現実化させるためには、あなたの思考や行動を継続的に集中させることが大切になります。先ほど外界は刺激物に過ぎないと言いましたが、思考は私たちの内側に存在しています。宇宙にあるものすべてはエネルギーで成り立っているので、意識を外界にばかり向けていると、エネルギーが外へ外へとダダ漏れになってしまうのです。エネルギーは意識を向けた方へと流れていきます。自分の内側に存在する思考に意識を向けていく。思考を現実化させたい時に、自分のエネルギーを分散させていては遠回りになってしまいます。どのようなことを経験したいのか、何を手に入れたいのか、人生で目指すものは何か、自分のエネルギーを集中させて行動しましょう。私たちは一度に一つの場所と瞬間でしか認識できません。自分の人生にマイナスとなる行動、価値のない情報収集、不要な人間関係や習慣、こうしたことを抱え込まないように意識と行動をリセットしていく。本当に重要なことにエネルギーと意識を集中させることが、より効果的に現実を引き寄せる近道です。願望を実現させる可能性を自ら手放してはいけません。自分の意識に集中して行動していると、思いがけないタイミングでアイディアが浮かんでくるはずです。脳のひらめき回路がつながる瞬間ですね。私たちの脳には前頭葉と側頭連合野を結ぶ神経細胞のネットワークがあります。前頭葉が探している情報を、記憶をストックしている側頭連合野が提供してくれるのです。しかし、たまにショートカットが生まれることもあります。ちょっとした裏道みたいなものですね。この裏道が作られると、普通とは違う方法で情報がつながり、新しいアイデアが浮かんでくるわけです。ただぼーっと過ごしていては脳は刺激されませんし、ひらめき回路も発生しません。こんなもんだろうと受け流すだけではダメなのです。意識とエネルギーを願望の実現に集中させて、前に向かって行動するようにする。ひらめき回路は繰り返し使うことでさらに鍛えられるという研究成果も報告されています。小さなひらめきでも、それに気づくこと、大切にすることで、次のひらめきに出会える確率が高まると言います。何が一番いいか、どう取り組むと最適か、常に疑問を持ち続けて粘り強く考え続けることが、ひらめきの材料になります。小さなひらめきでも見過ごさないように、意識を高く持つことが思考を現実化させる近道になります。ちなみに、現実とは何かという質問にあなたはどう答えますか？実際に目の前に起きていること、過去に起きた出来事、正解は何でしょう？現実とは何かを説明するときに、目の見えない3人の人と象のエピソードがあります。目の見えない3人の人のうち、一人目は象の足を触りました。次の人は象の長い鼻を触り、最後の人は象の耳を触りました。最初の人は、象は太い木の幹のようなものだと言いました。二番目の人は、いや違う、象は水道のホースのようなものだと言い、最後の人は、いや、あなた方二人は間違ってる、象は熱い川のようなものだと言いました。
3人とも正しいことを言っています。それぞれの人が認識しているもの、それがその人にとっての現実だからです。つまり現実とは、人がどのように認識しているかによって、いかようにも変わるものなのです。目の前のことをどう認識するかが現実。これが正解です。1時間という時間を、たった1時間しかない価値の低いものと認識するか、あるいは1時間あれば、あれもできる、これもできると価値を持たせるか。現実とは人の認識によって左右されるものだということは、普段の生活シーンでも実感できますよね。あなたにとっての現実は、客観的なものによって決定するのではなく、むしろあなたの認識によって決定されるということです。では最後にアメリカの心理学者、ウェイン・ダイヤー博士の話も紹介しましょう。ダイヤー博士は孤児院で育ち、高校卒業後、ウェイン州立大学に進学して、博士号を取得しました。若い頃は社会的な出世を願い、自分の社会的な地位を上げることを追い求めたダイヤー博士ですが、哲学の世界からスピリチュアルな世界を体験し、人生の後半はスピリチュアルの鉄人と呼ばれるまでになりました。そして社会的な地位に固執することをやめて、自身の考えを示すための著作活動や講演活動に勤しみました。このダイヤー博士も思考の力を活用することで人生を変えることができると繰り返し提唱しています。具体的に言うと、ポジティブで力強い思考を意識的に選択することで、知覚や感情、行動が変容して人生の主導権を握り直すことができる。変わるのに遅すぎるという考えを捨てて、心をオープンにすることで、20代、30代であっても、シニア世代であっても、自己実現と成長を遂げることができる。人は思考パターンを変えれば、現実を変えられるという事実を謙虚に受け止めてほしい。そのように強調しているのです。博士は内面が調和していれば、外界も自然にその状態を反映すると言います。私たちの内面が現実を構築していることを表す考え方です。人生のあらゆる局面でチャンスは豊富にあります。この信念を持って行動することで、私たちは自分の可能性を最大限に引き出すことができるのです。成功とは何も金銭的、物質的なことだけに限りません。自分の天職を見つけること。人に感謝されるような人生を歩むこと。自分らしい人生を生きることも成功です。人生の主導権を握り直して、思い通りに生きることこそが成功と言っても過言ではありません。もう遅いとか、手遅れだとか、叶うわけがないといった言い訳や逃避とは、距離を置いてみる。ネガティブな思考パターンを取り除くことで、あなたの思考を変えることができるからです。そして思考は現実化する。あなたには自由に使える無限の資源とも言える思考があります。ぜひ思考の力を活用して、よりポジティブで、より良い現実を手に入れてみてください。今日からでも自分の願望を叶えることをスタートしてみる。願望や目標を設定して、一つずつ行動をスタートさせましょう。終わったことに意識を向けていても、何も始まりません。過去は過去として手放して、未来に意識とエネルギーを集中させてみてください。ここで、あなたに一番重要な注意点をお伝えします。それは、思考だけを変えようとすると、結果は一時的になり、やがて元の状態に戻ってしまうということです。私たち人間は、環境や周りの人々から多大な影響を受ける存在です。例えば、心からの気合で、これから頑張るぞ、と決意するその瞬間、あなたの心は、キラキラと輝きます。その瞬間の熱意は、引き寄せの大きな一歩となるでしょう。しかし、その一歩だけでは十分ではありません。大切なのは、正しい方法を知り、それを継続して実践すること。単に部分的な手法を試してみるだけでは、大きな変化を期待するのは難しいのです。普段の生活の中で、どんな小さな出来事や会話、環境が自分の思考や感情に影響を及ぼしているか、一度立ち止まって考えてみてください。今日お伝えした思考の現実化の方法を実践するためにも、自分自身を深く知ることが必要です。半年後には、自分をしっかりとコントロールし、願いを叶えたい。これまでの諦めた思いを叶え、大きな夢を引き寄せたい。そんなあなたの心の声に応えるため、単なる部分的な情報にとどまらず、バランス型引き寄せの法則の全体像をしっかりと学び、実践してみてください。私の引き寄せ講座生に30代の男性がいます。彼は学生時代に受けた人間関係のトラウマに長年悩まされていました。そのトラウマから生じるネガティブな思考パターンを変えたいと強く願い、1年前から潜在意識の書き換えを独自で学び、実践したそうです。しかし、全く実感が得られなかった。よくよく話を深掘りすると、原因は彼の気真面目な性格でした。意識のわずかな変化にも気づきにくく、自分を厳しく判断する傾向がある。潜在意識の書き換えを努力という枠組みで捉えており、努力イコール辛いという固定概念が、
行動そのものをネガティブに捉えさせていた。彼にとって重要なのは意外にも頑張りすぎないことでした。年齢や性別、それぞれのバックグラウンドに関係なく、多くの方々がバランス型引き寄せの法則で効果を実感しています。その成功の理由は、右脳だけでなく左脳の側面からも引き寄せの法則をしっかりと学び、適切な手順で実践しているからです。今回の情報も非常に大切ですが、この部分だけを知って大きな成果を期待するのは難しいです。動画をここまで視聴してくださったあなたへ、バランス型引き寄せの法則の全体像をしっかり学んで、半年後にはより良い人生を歩んでほしいと思います。そこで現在公式 LINE にて、私が4年間様々な人で効果を検証してきた感情と論理を使ったバランス型引き寄せの法則を10分で知ることができる全130枚の図解スライド、さらにそれを詳細に解説した富と豊かさを引き寄せる方法、合計2万5000文字の電子書籍、何を学んでもうまくいかなかった典型的な引き寄せ難民だった私の受講生が、たった4ヶ月で激変した1日1問答えるだけで引き寄せが前進する魔法の質問集、成功に必要なイメージ形成を助ける180分の映像、さらに公式 LINE 限定動画として引き寄せを叶えるために知っておくべきポイントをたった1時間で知ることができる公式 LINE 限定動画と、人生を激変、内面から引き寄せ体質にするエネルギー、ストレスとの向き合い方を解説した全64枚の図解スライド、さらに引き寄せの名著6冊の電子書籍計18万文字、潜在意識とお金の法則、自分を見つける助けとなる電子書籍3冊、これら合計15個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。プレゼントの受け取りは、この動画下の概要欄の動画のタイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の URL をタップ、公式 LINE を友達追加してください。計15個の無料特典が欲しい方は、期間限定配信ですので消えてしまう前に LINE 登録してください。それでは皆さんお疲れ様でした。次回も質の高い動画を予定していますので、これからも見逃したくない人はチャンネル登録とベルマークのクリックをしておいてください。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいね、学びをアウトプットしてもらえればと思います。